吉田さん、お疲れ様。昔ブルセラブームってありましたよね、まあ、今でも一定の人には人気だと思いますけども、あの学校の指定の体操服がブルマーだった時代って、まあ、私たちの時代だと思うんですよ。吉田さんも多分そうだったと思いますけども、まあ、なんとなくこうね、あのいろいろと思うところはあったと思います、思春期の男の子ならね。でそれが あまりにもねちょっとこうエロチックということで、あの今はもうなくなったみたいですよね、うん、噂によるともう日本全国どこでもやってないらしいです、まあ、でもブルマーが売れ続けるのは、まあ、なんか知らないけども、うん、学校卒業してからね履きたがる女性がいるとかね、見たがる男性がいるっていうね、そんなところに気にしてるんだと思うんですけども、それとは他にね、せっかくブルマー廃止になったのに、あの女子陸上競技では未だにねなんか水着みたいな格好で、それこそもうキレキレのハイレグでね、もうまさにハイレグブルマで、それからブラジャーみたいなね、トップスとかで走り幅跳びやったりとか 400m とか走ってるんですよ。でこれ本当かどうか分かんないんですけども、陸上競技ってあんまり人気がなくって、コストがかかる割には人が集まってこないらしいんですよ。だから年々ユニフォームが過激になっていって、それによって集客を狙ってたらしいんですよ。でそうなると結局最近でしたらね、一般人でも結構機能の高い機能性の優れたカメラとか買えるんで、20万とか30万でそれをね撮影の練習にってことでこう据えて撮る人が増えてきて、まあ思うようにお客さんが集まってきたらしいんですよ。まあそうなると近くの交通工業機関もそれなりに売り上げが上がるし、その会場でお弁当とかね飲料とかも売れるんで、まあだんだんこう盛り上がってきたみたいな。でそれがYouTube なりいろんなブログとかにアップされるに従って、えそんなところがあんのみたいな感じでまた人が増えてくるみたいなサイクルが起きてきたらしいんですよ。でもそうなると困ったのが、今度は選手の人の気持ちですよね。だってユニフォームってのは決まったのがあって、それを着ていくしかないでしょ。最初は人があんまりなかったんで特に抵抗はなかったけども、なんかねカメラがギラギラと自分のねいろんなところを狙ってるところを意識して、でツイッターとかでこんなの上がってるよとかって知らされたら、さすがに陸上競技に億劫になってしまう女子生徒とかも出てきてね、やっぱり思春期ですから。で学校に行ってもからかわれたりとか、それまでだったら陸上競技の、インターハイとか出て行っても見られなかったのが、だんだんクラスメートに見られるようになってきて、時代が変わったんでしょうね。なんかそういうので入場が規制されるようになったらしいですね。カメラをお持ちの方はちょっとダメとか、身分証明書を出してくださいとか、一般の応援者の方はこっちの遠くの席ですよとかね。でだんだんそうなってくると、今度人が集まんなくなってきたりとかしてるみたいで、一体誰の意向なのか分かりませんけども、集客のためになんかこうユニフォームを過激にしていってね、で人が集まってくるとやっぱりちょっと待ってくださいみたいな感じになって、何なんでしょうね。まあでも確かに陸上競技 YouTube でも上がってますけども、なんかサムネイルの時点からねクリックしたくなるんですよ。あれはだってすごい、なんかすごい、なんていうの、中学生とか高校生がこんなエッチな格好で陸上競技やってんのとか思いますよ。いや本当にね、自分の家に娘が生まれて陸上やりたい、スポーツやりたいって言ったら、ちょっとそういう意味でね心配になりますね、うん、何なんでしょうね。グッドラック。